はい、どうも皆さんこんにちは。で、今回はですね、超戦闘中やっていきたいと思います。で、結構前にね、闘技場で敵が必ず大盾を選ぶっていう動画を撮ったんですけど、超戦闘中の方でもそうなのかをね、今回検証していきたいと思います。じゃあレッツゴー。一応今日やるのはヒューマノイド工場。ヒューマノイド工場だと闘技場がね、結構早くできるので、まあ、ここで、まあ、何回もやっていこうかな。ノーマルでいきたいと思います。エクストラハードとかハード、あと V ハードとかは、対忍びとかあとレッドクローなので、敵と戦わないと、なんか敵が選んでくれないんですよね。だからノーマルでいきます。スピードシューズつけたいね。スピードシューズレベル2で。OK。さあ来ました、ヒューマノイド工場。まあ、ノーマルだから敵は、まあ、ヒューマノイド自体は少ないね。いろんななんかキャラがいるっていう感じかな。で、早速なんだけども、闘技場の方に行くか。おっと、危ないね今のは。でもちろん闘技場では、まあ、必ず1回目まあ負けて、でその後いろいろと大盾の忍びがいるかどうかを見ていこうかな。 OK、 武器屋と闘技場オープン。でこれでそうだね、ライバルと対戦できるという。誰だ、おお、なんか口が開いてるというねナイス、まあ、これで闘技場は敗北しました。でこっからだね。これで大盾忍びいるかどうかだよね。まあどんどん探していきたいね。あ、いた、やっぱり大盾を選ぶのかな。 100% 本当にいるもん。ちょっと倒したいな、せっかくだから。うわ、今の惜しいね。うわ、これ当たんないね。はい、オッケー、やっと倒よし、まああとはちょっとね、倒されに行くか。じゃあ2回目やっていきます。レッドクロウ、3、2、1、ガッシャン。いやだよね、レッドクロウ、ノーマルでレッドクロウ出るんだね。え、てか闘技場って、え、ランダムだっけ。超戦闘中の方ってなんかモードで違った気がするんだけど、もしかするとさっき間違えてエクストラハードとか選んでないよね。まあだけど大盾を選ぶっていうのは対プレイヤーの時だけらしいので、まあそれを検証していきたい。闘技場がオープン。まだ1回目だからね、対プレイヤーは。あ、OKOKOK。対ライバルね。3、2、1。ってことはこの子が大盾を選んでるはずなんだよ。敵の油断。まあ見ていこう。さすがに選んでるとは思うんだよね。え、ここやば。あ、やっぱり大盾だ。4試合目やっていきます。対ライバルだよね。え、なんで、なんでレッドクローなんだ。3、2、1。まあこの子ね、オッケー。ガッシャン。さあやられた。まあ探しに行こう。正直ここまでは 100% 大盾選んでるんだよね。だから今回もね、大盾な気がするけど、そこはどうだろうね。
あ、いた。あ、大盾だ。うん。大盾だな。ってことは、なんでさっきレッドクロー出てきたんだ。オッケー。倒しました。さあ、やっていこう。対忍びだ。うん、やっぱり対忍びも敵が忍び取らないね。自分が敗北しても。あ、やっと来た。4回目の対ライバル。今回はリスか。これで探しに行こう。あ、やっぱり大盾だね。うん、やっぱり大盾がないね。さあ、対ライバル5回目。まあ、これで大盾だったらもうさすがに確定だとは思う。5回やったからね。まあ、対ライバル専用なんだけど、対忍びと対レッドクローだと敵がね、忍び取らないんですよね。僕がやられても。まあ、これはもう正直対プレイヤーにしか、通用しないというかね。お、いたいたいた。忍び持ち。あ、やっぱり大盾だ。もうこれで確定だな。ってことは超戦闘中の方でも 100% 最初相手が選ぶ忍びは大盾だね。まあ、せっかくだから敵とか倒していきたいね。最後ぐらいは。ま、闘技場やっていくか、じゃあ。オッケー、倒した。まあ、これでビッグバトルボール忍びだね。さあ、出てこい。ビッグバトルボール忍び獲得。闘技場が閉まった。じゃあ早速だけど、ちょっと倒してもらいたいね。ナイスナイス、いいねいいね。これ気づかなかったのか。お、いたいたいた。ミッション失敗。いやー、リスにやられるか。まあ、これで。まあ、だけど、契約の腕輪っていうものがあるからね。さ
さあ、行くぞ。ナイス。これいけるかな。あーいや、攻撃の速度が遅いからその間に倒される的な感じだね。オッケー、倒しとく。残り2人か。残り1人いたぞ。当たんないか、これ。いけ、よっへい、ジジイ。はい、ということで一応今回はですね、戦闘中の方でやった検証ね、超戦闘中の方でもね、その検証がまあ合ってるかどうかをねちょっと見てみたんですけど、まあ一応必ず対プレイヤーの時はね、必ず大盾の忍びを選ぶっていうことがね分かったので、まあ一応検証結果成功というね、まあ、てことで一応じゃあ今回はここまでにしたいと思います。最後まで見てくれて本当にありがとうございます。この動画が少しもあったらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。てことでバイ。